ャマを着たまま頬っぺたに触れると鏡の中にはビタミン不足の顔ベッドから足が外にはみ出すくらいにいつの日か少しずつ大きくなっていた午後の教室の机の上いつでも心は眠っていた壁に飾った卒業証書も今は役には立たないよ最終の地下鉄松プラットホームには一言言えずに手を振る恋人たち4月の雪に埋もれた花やがて緑に変わるようにさよならに沈む心にもいつか勇気が芽生えるはずで優しくなりたい降り始めた